サントリーの新 CM、平野の仕様が挑む未知の領域。ファン必見の衝撃展開。こんにちは。今日はサントリーの広告キャンペーンについてお話ししましょう。注目を集めているのは人気バンドナンバー、愛のメンバー平野の仕様が出演する新 CM。まず、彼の広告が都市のランドマークになり、ファンや通行人たちに驚きと喜びをもたらしたことは、言うまでもありません。2月1日には東京渋谷。 2月2日には大阪・平野駅で彼が巨大な緑のボトルを手にした広告が公開されました。この華やかなシーンは、アライアイの公式ツイッターでファンに報告され、大きな注目を浴びました。サントリーが平野志洋さんを新商品、緑人ソーダの顔として選んだことで、ブランドへの注目度が一気に高まりました。広告キャンペーンは、若い世代をターゲットに新商品を広める一環として展開され、 平野耀さんの魅力的な姿が商品のイメージを一層引き立てています。平野賞のファンたちは、広告が街を彩り、都市の中で目立つ存在になったことに興奮しています。さらに、ナンバーアンダーラインアイの式 X を通じて彼の活動や広告の裏側についての情報が共有され、ファンとのコミュニケーションが一層深まっています。 平野の自身もサントリーの広告に登場することに対して、喜びと感謝のコメントを述べ、緑人相談に対する期待感をファンと共有しました。これにより、商品への期待が一気に高まり、サントリーの新商品が話題となっています。そして、新広告キャンペーンは平野翔のファンだけでなく、彼の魅力を初めて知る人々にも注目を浴びています。 サントリーはこれをきっかけに商品の売り上げ拡大やブランドの認知度向上を狙っており、平野賞の存在がその実現に一役買っていることは間違いありません。緑人相田の新しい広告は、平野潮さんの個性を最大限に引き立て、サントリーとのコラボレーションが成功率に進行していることを証明しています。これからも彼の活躍に期待しつつ、サントリーの新商品がますます多くの人に愛されることを期待しています。 一方で、広告代理店関係者によれば、サントリーは過去にも大物アーティストとのコラボレーションで成功を収めており、その中でも注目すべきはスマップの解散後、草号、香取慎吾、稲垣五郎をいち早く CM に起用したことです。この斬新なアプローチは当時衝撃的でしたが、大成功を収め、その後新しい地図の3人もサントリーの CM に出演するようになりました。 広告代理店関係者は平野志洋さんがサントリーの CM に登場することは時間の問題であり、サントリーはアーティストとの共演において独自の視点と勇気を持ち、新しい流れを生み出してきた実績があると語ります。平野の CM 出演はこれまでの成功例に続くものとして、ファンや広告業界から注目を集めています。平野賞の新 CM 出演は単なる商品広告以上に、ファンとのつながりを深め、 彼のファンベースを広げる重要な一瞬となりそうです。これからも彼の活動に期待し、新たな成功と躍進が訪れることを願っています。